家の引っ越し作業を30分行うと、同じ時間のジャンピングジャックよりも多くのカロリーを消費します。ガーデニング30分は水中エアロビクスを30分行うよりも消費カロリーは高くなります。っていうか知っていましたか？人は睡眠中でもカロリーを消費するんです。睡眠中の体の新陳代謝は起きている時よりも活発です。しかし寝坊すると逆効果。8時間睡眠の間に平均的な成人が消費するのは400キロカロリーと言われています。テレビを見る。テレビの視聴はバランスボールの上で行うと一石二鳥、3倍のカロリーを消費することができます。これはバターとジャムを塗ったパン1枚分、大した量ではないと思うことなかれ。習慣化すれば1日にパン5枚分消費することになります。笑う。ユーモアのセンスのある友達とおしゃべりをしましょう。コメディ映画を見るなんていうのもいいかもしれません。何をするにせよ、とにかく声を出して笑うのはいいワークアウトになるんです。ミルク入り砂糖抜きの朝のコーヒー1杯分が消費されます。列に並ぶ。退屈ですよ。疲れます。時間の無駄。でもそうしている間に消費されるカロリーの量を知ったら、なんだか並ぶ気になってきませんか？30分間列に並んだあなたはみかん1個分のカロリーを消費することができます。座り仕事。お給料をもらいながらフィットネスもできるだなんて。座り仕事は8時間の勤務時間中に816キロカロリーを消費します。パソコン仕事。パソコンを使う場合は緑茶とスパイスたっぷりのランチをお供にどうぞ。新陳代謝が活発化します。あとは体に任せておけば OK。 立ち仕事。ある程度の運動を伴う仕事です。例えば教師、メカニック、コック、セールスマン、医療従事者などがこれに相当する職業です。この仕事であれば8時間の勤務時間中に1000キロカロリーを消費します。コーヒー休憩中にスクワットをすればさらに高い効果が期待できますよ。ただ座る。ペン回し、ペンでトントン、貧乏ゆすり、周りがうざがったら、これは1日に300キロカロリー余分に消費するためなんですよって言ってやりましょう。静かに座っていたら消費カロリーはやや少なくなります。肉体労働。肉体労働、例えば建設業、ウェイター、大工、配管工、電気工などはかなりのワークアウトを仕事中に行っています。勤務時間8時間あたり消費カロリーは1400キロカロリー以上。仕事終わりのジムは必要なし。ヨガ。ただ仰向けに寝転ぶだけのシャバーサナは実はヨガの中でも高難易度のポーズだったりします。難しいのは寝転がることではなくリラックスすること。多くの人が最初のうちはうまくいきません。料理。夢がついに叶いましたか？だからってトッピングたっぷりのでっかいピザなんか作っちゃダメですよ。料理で消費できるカロリーは小ぶりのバナナ1本分です。クランチ。お腹をへこませたいなら有酸素運動の方が脂肪燃焼に効果があります。無酸素運動のクランチは30分行ってもポテチ1つかみ分ぐらいしか消費しません。ウェイトトレーニング。ウェイトトレーニングは筋繊維に小さな傷を作ります。いえ大丈夫ですよ。そのために行うんですから。再生した筋肉は前よりも大きくなるんです。このトレーニングを30分間行うとオレオ3枚分のカロリーが消費されます。軽いスクワット。炭酸飲料1本分のカロリーを消費するために35分行う必要があります。ちなみに世界には食べながらスクワットをする文化があるんだとか。プランク。体重によりますがプランクの消費カロリーは1分あたり2から5キロカロリー。プランクの最長世界記録は8時間15分15秒ですから、記録保持者は2000キロカロリー消費したことになります。1日のノルマ達成ですね。買い出し。週末の買い出し後回しにするのはもうやめましょう。でもこれだけは守るように。ショッピングカートは引っ張ってはいけません。筋肉を痛める恐れがあります。必ず自分の前で押すこと。これさえ守れば肩と背中に効果のあるワークアウトが行えます。水中エアロビクス。
この世界記録は2009年にバンコクで樹立されています。大会の参加者は2047名で、会場は幅 1.6km にまで及びました。18名のインストラクターに従い、参加者たちは海の中でエアロビクスを行ったのです。太極拳、太極拳の極意は正しい呼吸。それを知るには、片手をお腹に、もう片手を胸に置きます。その時お腹が膨らんでいるようであれば正しく行えています。時速 4km で歩く。 M&M 一粒のカロリーを消費したいけれど、ジムに行かず普段通りの速度で歩くことにしたとしましょう。必要な距離はフットボール場1面分になります。ってことは M&M 一袋だと。バレエとヨガ、ピラティスを組み合わせた場合、結構な負荷により体全体を引き締めることができます。しかも楽しい。ジャンピングジャック、ジャンピングジャックの名前の由来は、ジョン・ブラックジャック・ペルシング将軍であるという説があります。彼は新兵の体作りのためにこの運動を考案したのです。と同時に、子供のおもちゃが名前の由来だとする説もあります。ガーデニング、お庭を始めてみましょう。そしたらお手入れで今朝のシリアル1杯分が消費されます。ビタミン D もたっぷり生成できるし、新鮮なお野菜だって作れちゃいます。フラフープ、フラフープの世界最長記録は100時間、4日以上回していますね。計算すると、記録保持者は3万6000キロカロリーを消費したことになります。スケートボード、スケートボードは1950年代にサイドウォークサーフィンと呼ばれていました。サーファーが長方形の板に車輪をつけて遊んだのです。流線形の形はその後考案されました。またスポーツの専門家によれば、スケートボードは完全なワークアウトなんだとか。フロッガー、スクワットとプランクを組み合わせれば体中が汗だくになります。この運動であれば30分でキットカット1枚分を消費することができますよ。うわー、引っ越し作業、今度友達に引っ越しの手伝い頼むよと言われたら、2つ返事で OK しましょう。作業は30分で終わるわけはないので、かなりのカロリーの消費が見込めます。次の日はご褒美にジャンクフード。腕立て伏せ、指1本の腕立て伏せ回数世界記録保持者はポール・リンチ、1992年の記録です。彼の124回を超える記録は未だ出ていません。水泳、筋肉で水の抵抗に抗う効果的なワークアウト。30分で消費できるカロリーはシロップをかけたパンケーキ1枚。雪かき、時間や機会に恵まれないのであれば、ジムや家事に時間を使うのがいいかもしれません。競歩、そう、オリンピック競技でもある競歩。歩いていると判定されるには、両足が地面から離れた瞬間を作ってはなりません。また前に出した足は体の下に来るまで曲げてはいけません。高負荷エアロビクス、高負荷エアロビクスとスケート、ローラーブレード、ボートなどのアクティビティはハンバーガー1つ分のカロリーを消費します。高負荷スクワット、高負荷でのスクワットを行うと2倍の消費カロリーが見込めます。すべてのエクササイズの王の異名を取るスクワットは、体全体の筋肉の成長に役立ちます。階段上り、マンションの上の階に住んでいる人は無料ジム券を持っているようなもの。階段を使いましょう。そうしたら、さっき飲んだキャラメルマキアートに罪悪感を覚える必要がなくなります。重い買い物袋を持って10階まで登るか否かによって、効果は2倍にまで増加します。ケトルベルサーキット、ケトルベルサーキットの脂肪燃焼効果は36時間持続します。しかもこのトレーニングは、消臭剤や飲料水のたっぷりあるご自宅でできる点が優れています。アルティメットフリスビー、フリスビーという単語は、ゲームの考案者が空っぽのパイ皿を友達と投げ合ったのが語源とされています。その皿にはベーカリーのトレードマーク、フリスビーズパイと書かれていました。バーピー、バーピーの世界記録は2015年に樹立されました。リー・ライアンの記録は24時間で1110回、つまり9秒に1回のペースで1回行っていた計算になります。もも上げランニング、
もも上げランニングでも同じ量のカロリーを消費することができます。また野球、ホッケー、ビーチバレー、格闘技、例えば柔道、空手、キックボクシングも同じ効果を持っています。お好きなのをどうぞ。クロスカントリーマラソン、パディ・ドイルはクロスカントリーハーフマラソンの世界記録を2015年に樹立しています。3時間と10分でゴール。背中には 36kg のリュックを背負っていました。縄跳び、意外と複雑なこの活動。ピーター・ネスラーは2013年に独特な縄跳びを行いました。片足で縄跳びをしながら 1.6km を走る世界記録を打ち立てたのです。所要時間は25分でした。